ねえ、せっかく30分踊ってきたとこだったのに、それならぜひ痩せるダンス作ってください。わあ！クモ、イングルド。どうも、パテラガクトです。皆さんはダイエットを始めるとしたら、まず何から始めますか？僕であれば食事内容を見直すことから始めるんですが、世の中では運動から始める人が多いようで、その運動の中でも特に人気なのがダンス。ちょっと前に2週間で10キロ痩せるダンスなんてのも流行りましたしね。で、その2週間で10キロ痩せるダンスに関する動画を僕も出したんですけど、そこの動画でも述べている通り、ダンスにそんな効果ないんですよ。あのダンスだけで2週間10キロ痩せることはまずありえないし、そもそもダンスってみんなが思うようなダイエット効果ないんですよね。動画でそのようなダイエットに関する否定的な意見を発信したところ、こんなコメントをいただきまして、ねえ、せっかく30分踊ってきたとこだったのに、それならぜひ痩せるダンス作ってください。結論から言うと無理です。そもそも痩せるダンスなんてものは存在しません。痩せるとは体の無駄な脂肪を落とすことで、そのためには体重を落とさなければいけません。そして体重の増減はカロリーバランスによって決まります。食事による摂取カロリーと運動による消費カロリー、これのバランスです。つまり摂取カロリーが消費カロリーより大きければ太る、摂取カロリーと消費カロリーがイコールであれば変わらない、そして摂取カロリーより消費カロリーの方が大きければ痩せるんです。体重が2つのカロリーのバランスで決まる以上、痩せるダンスが存在しないことは分かりますよね。いくらダンスを踊ったとしても、そこで消費されるカロリー以上にご飯を食べたら太ってしまうわけですから。そしてダンスで消費されるカロリーそんなに大きくないんですよ。30分程度踊ってもせいぜい150キロカロリーぐらいでしょうか。まあカフェラテ1杯飲んだらチャラです。体重を落とすのであれば、運動量を増やすより食事量を減らした方が簡単なんですよ。まあ食事量を抑えた上でダンスをやるってのはまだわかるんですけど、ダンスだけで痩せるのは無理です。だから質問者さんが本当に痩せたいのであれば、痩せるダンスを諦めて自分の食事内容を見直すようにしてみてください。最後に今回の内容をまとめます。みんなが思うほどダンスでカロリーは消費されません。なのでダンスだけで痩せることはまずないでしょう。そもそもダイエットの基本は有酸素運動ではなくて食事です。まず運動を始めるんじゃなくて、まず自分の食事内容を見直すようにしてみてください。体重の増減がカロリーバランスによって決まる以上、運動だけで痩せるのは現実的ではありません。本当に痩せたいと思うのであれば、ダンスは諦めてください。で、これそもそもなんですけど、なんで質問者さんはダンスにこだわってるんですか？痩せたいんですよね。だから食事を見直した方が早くないですか？私はダンスが好きなんだ。別にそれは構わないですよ。好き嫌いは人それぞれで、それは個人の自由ですから。でもそれがダイエットとなれば話が別なのは分かりますよね。あなたがダンスを好きかどうかは関係なく、体重を落とすためには食事量を抑える必要があるからです。痩せたいのであれば現実を見ましょう。踊ってる暇があったら食事を見直してください。